プライマリーバランス消費税10%でも2020年度には黒字化できず内閣府は今後10年間経済成長が順調に続いて消費税率を予定パーり10%に引き上げたとしても財政健全化の指標となるプライマリーバランス基礎的財政収支の2020年度黒字化の目標は達成できないとする試算をまとめております。 そそもそもまずはこのプライマリーバランスまてよくメディアとか経済誌とかで取り沙汰されるものなんですけどね、はい、プライマリーバランス一体何なのバランスっていうけど一体何がバランスしているのかと、うん、均衡してするのかっていうことをお今日ははっきりさせるというか基礎的なところから話したいと思うんですけど、はい、まず歳入っていうのがありますよね、うんまあ、国の収入ですね。 でこの歳入数総額から、はい、あその年々の、えー、発行された国債による収,税収,あの収入というのを引きますじゃあ借金した分じゃなくて純粋に税金で取った分とかそう,いうそうそうだからこれをこうピュア歳入としましょう,うんこの数字をでここからで片方に歳出っつうのがありますね、うんはい、これ要するに国の支出ですね、うん、ここからあの国債の 過去に発行した国債の利子分というものを引きましょうう、はい、これをピュア歳出とピュア歳出はいのこのピュア歳入からピュア歳出を引いたものがゼロになった状況をプライマリーバランスが均衡したというわけですああこれじゃあ歳出の方のピュアな部分っていうのは借金返すんじゃなくて実際に仕事で金使ったそう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 うになそう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 う 出るにしてもでで、あのー、入るの方も出る方もまも、あ、国債の分を引いて純粋に支出と収入というのが収支があった状況のことをプライマリーバランスが均衡したというわけですね。はい、でこれはまああの財政健全化のの一つの あとドーマー条件というのがあるんですけどそれはちょっとドーマー条件の中にはこの金利よりも経済成長率が高くなるとかっていうのがあるんですけど、はい、そ,うそれがこう全部揃うとおのずと財政が健全化していく、うん、つまり借金がどんどん減っていくという状況が作り出せると。うんうんはい そういう数字ですああ。国は寿命がないから、ちょっとでもプラスが続いてれば。そう,そうそうそう。いつか返すことができると。一千億だ、累積一千兆だろうが、何だろうが、返すことができると。ええ、そういう、そういう、そういお話になってるわけです。だこれ借金はいきなりゼロにしなくても。 返,すのが返せるだいいそうそうそう,そうだからまあその軌道に乗せるための一つの大きな条件がプライマリーバランスが達成でされるというんででプライマリーバランスが赤字だということはその均衡からマイナスが,、うん、が,がどのくらいあるかという、はい、そういうこのそういうこの計算になるわけですな。 とということなんですけれどね、はい、で今回それが達成できないというニュースが一応で消費税率が10%になっても達成できないと、うんはい、念のために申し上げておきますが質こいよ用ですがへえへ軽減税率を適用して <laughs> 後半に適用して、はい、これ10%でもあのさらにこれマイナスになってしまう可能性があるんで軽減税率を適用するとさらに遠の,、うん、遠のくということをあの。 これをこう報道している新聞各社の方々は特に毎日新聞が特に毎日新聞が特に毎日新聞が認識しておいてほしいと思うんですけれど。でですね、はい、私はねこれはねあの基本的に10%の2020年の黒字化できないというのは、まあ、一つの想定としてはありうかもしれないけど。うん 果たしてこの前提となっている想定というのはどうなのかということに疑いを持っています。<ー>というのはね、はい、最近でもこの何年かでもプラライマリーバランスがが均衡しかけたことがあるんですよそれが2007年<ー>第一次安倍政権の時なんですけど、はいえー、もうあと数兆円4兆円か5兆円ぐらいのでプライマリーバランスが均衡するここの時何が起こっていいたかというと。うん え税収で、えー、51兆円っていうのは割と有名な数字なんですけど、はい、というのはなぜかというと1998年に。 えー、7年に、はい、あの消費税を上げたでしょあの,あの時の税収が53.9兆円54兆円なんですよ。でそれを今までずっと一貫してそれを超えることないんだけどそこにギリギリ迫ったのがこの年2007年の51兆円だったのね。これの時よく見ると歳,歳出も減ってるん,だ、はい、あんで支出も減ってるの。 なぜこういうことが起こるかというと、うん、2003年から2009年,年,200年までの間にごめんなさい2003年から2007年までの間にトン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 とこう年率大体いい実質経済成長率で2%ぐらいの成長を続けて、はい、税収が増えていた,あた税収が増えるということはこれは主に法人税とか所得税が増えているということで景気が良かった景気がいいと何が起こるかというと財政支出をそんなにしなくていいの景気対策 あ確かにそうですよね歳出と歳入っていうのは自然とこう景気が良くなるとあの歳出は下がり歳入は上がって均衡に近づくような構造になってるわけ、うん、でそういうことが,、うん、がちゃんと反映されているか<ー>とかね例えば、はい、あのお名目経済成長率が1%上がると税収が何パーセント上がるか その比率を表した数字が税収男性値っていうんですけどね一貫して財務省とか政府関係 1. 1で計算してる<ー>でも多くの経済学者エコノミストが今さすがに高橋洋一さんはね 4, パ4って言うんだけどつまり、えー、名目成長率が4 4 4 1%上がると4%上がるとけ算ね。 そういうい優巣を手をし,してるんだけど、まあ、これがあの私たちの中では一番大きいんじゃないかと思うけどうーん大体2.5から3ぐらいはあるんだろうというふうに見てるわけです<ー>つまり過少なね、うんえー、税収断性値を想定しているのではないかという疑いが。 今、ずっと不景気できてるから例えば企業が赤字で税金払えなかったりとか、ええ、そういうのが景気が良くなって払えるようになったらボーンと一気に伸びる、ええ、タイミングがあるとそうすると税収が伸びるでしょうと景気が良くなるので財政支出をしなくてよくなるということがその条件がこの達成できるとするならば私はそんなに2020年までに均衡すると。 黒字化するととといいうことではないと、はい、もっと早くに黒字化達成できると、はあ、プライマリーバランスを均衡させることができるというふうに思いますけどねじゃあこの財務省なり、えー、内閣府の見立てっていうのはかなり厳しいというか絡めの見立ててをしてでそれはねやっぱりあの内閣府はともかくとして、はい、財務省はあの、うん、今年はね、うん 安倍さんでもおっしゃってるけど非常に重要な年なんです何が重要な財務省にとって重要な年かというと、えー、2015年に果たして10%に上げられるかどうかとう今のうちに10%でも大変なんですとかってだから10%はせめてあげましょうとそう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 いう慈愛を作るためにこういうことをちゃんとこの 新聞に書いておく必要でだ,だったらついでにあの軽減税率は絶対対,対対的に導入しない <laughs> 特に新聞には特に新聞には特に新聞には <laughs> というふうに言ってほしいとこなんですけどね。そこまでは言ってくれないとしかもそれ以上に,ののにあ,のあんまり歳入を減らしたくないんですようんお役所としては。はい 歳入権という、あ、ごめんなさい。歳出,歳出を減らしたくないんですよ。出ていく金は減らしたくない。出ていてく金は減らしたくない。<ー>だから、彼らにとって、歳出が減るっていうのは、あんまり面白くないこと。これは各省庁にとって。あ<ー>まあ、当然ですよね。お金を出すっていうのは、権限と同じですから。はい、ああ、そうか。<laughs> という、そういうこともありましてですね。<laughs> この記事の裏にはそういうものがあるのではないかと私は思うんです、ね、んええー、総理は年内に消費税10%増税をするかどうか決めるということなんでもう12ヶ月後を見据えての一手をすでに打ってきているとまあ官僚はそのくらいのことはやりますなる